対カエル花さんよね。カエル大先生ね。これカエル大先生なの。カエル大先生。尊敬する大先生を噛みまくるという。本知らずのカエル大先生。さあ、容赦なく噛んでおり。何その今止まった。かわいいな。はい、皆さんこんにちは。かっちゃんでーす。ということで、今日は、豆が少しずつ大きくなってきて、首輪を買い替えようかなと思って、私よくインスタを使うんですけど、これはドックデコさんっていうお店ですね。インスタにもアカウントがあって、東京の方でもお店とかやってるみたいなんですけど、めちゃくちゃね、可愛い首輪があったので、今回豆に首輪買い替えてあげたいなと思って首輪を買ってみました。これはね、インスタで見た時からめっちゃかっこよくって可愛くって一目惚れして即買っちゃったんですけど、こちらが今回も惚れ込んで即買いした豆の首輪です。よーく見るとわかるかな。これポーターなんですよ。私すごいポーターのタンカーの財布とか好きで昔よく使ってたんですけど、このねポーターのマークが首輪のところに入ってます。色も5色くらいあって、今回マミは男の子っていうこともあって目立ちそうでまた可愛い感じの色はライムにしてみました。リードの方にも持ち手のところにポーターのタグ入ってます。あらあら、ごまさん。リードの先はちょっとプラスチックっぽいけど多分金属なのかな、こういう感じの作りになってます。食べれんよあんた、マメさん。なんかすごくね、お店の対応よくって、ネットで注文したんですけど、注文した次の日に届いて、そういうね、なんかサンプルのフードも今回入れてくださってます。お座りして。おりこ、おりこ好き、あなた好き、よし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 、おりこ。あら、イケメンね、あなた。素材はでも割に柔らかいね。豆よし。あー、ポーター、いいね、ポーター男子。あら、ポーター、ちょっと大きいかな。でもここにこういう感じでね、ポーターっていうマークが入ってます。大興奮ね、イケオイケオ。じゃあ今日は新しいリードでマメと今からお出かけしてこようかなと思います。行くよ、イエイイエイウォーウォーイエイイエイウォーウォー、マメ行くよ、マメ行くよ、ヘイヘイ。はい、では今日は緩い感じの動画になると思うんですけど、ぶらっと高速道路に乗って岐阜県の高須というところにある昼鹿野高原のサービスエリアに行ってきました。高速道路に併設されているサービスエリアなので高速でそのまま入れて、くっくら昼鹿野っていうところが併設されているので、そこにぶらっと行ってきました。この辺は結構ねスキー場が多いので遠方から見える方もいるかなとは思うんですけど、鷲ヶ岳とかダイナランドとか高須スノーパーク、昼鹿野高原スキー場がありますね。スキー場も見えたんですけど、まあ、時計かかってる点もありましたけど、まだ雪がね綺麗に残ってて景色もすごく良かったです。お出かけね、マメ。マメさんもすごく歩くようになったので大興奮してちょろちょろ歩いてますね。ではここがサービスエリアに併設されているくっくら昼鹿野というところなんですけど、地元の食べ物が食べられるような飲食店が何店か入ってます。前行った時はもっとお店があって活気があったんですけど、少しねお店の数が減っててちょっと残念でしたね。何かを見つめるマメ。お土産コーナーは前と変わらず3店舗あったので、これは岐阜のね有名なケイちゃんなんですけど、冷凍保存できるので一つお土産に買っていきました。こういうね高須ケイちゃんっていうちょっと高須の方の独特のケイちゃんも売ってましたね。他にもブラブラーっと地元のお土産なんかがいろいろ売ってます。豆、あら、かわいい。で、ここのサービスエリアは、高原っていうだけあって、牛乳がすごく美味しいので、瓶の牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品がすごく美味しいです。私すごくチーズ好きなので、チーズ買いたいなと思って行ったのもあるんですけど、モッツァレラからカチョカバロからカマンベールチーズまで、かなりね、たくさんの種類のチーズが売られてました。これも高原ならではの牛乳が美味しいっていうところがあって、
ってソフトクリームもすごく美味しいので、今回はこのいちごとミルクのミックスのアイスクリームを買って帰りました。大丈夫です。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、早速食べるっていうね。ごめんね、もうなんかすごい近すぎて、もうなんでそんな近いところで撮るのっていうね。もうちょっと口汚いしね、ごめんね。あ、マメちゃんアイス欲しいの。マメちゃん、はい、帰るよ。ただいまめ。よし、買ってきた裂けるチーズボーノ。はい、ということで今日はめちゃくちゃちょっとした動画だったんですけど、新しい豆の首輪と昼間の高原までブラッとお出かけに行ってきた動画でした。少しこうちょっとね、喋りながら動画撮ろうかなと思ったのも、前回の動画にすごく温かいコメントたくさんいただいてたので、ちょっと心配かなっていう点も実はあったんですけど、打ち明けてよかったなっていうのと、すごく心配してましたみたいなコメントもあったので、本当に、まあ、ご心配をかけた方は心配してくださってありがとうございます。こんな感じにね、まあ、緩い動画出したりレシピ動画出したり、まあ、近所のお姉ちゃんじゃないけどおばちゃん的な親近感を持って皆さんに見ていただけたら嬉しいかなと思います。まあ、もうすぐねゴールデンウィークもあると思うんで、今日行ったところは本当高速道路のサービスエリアのところにあるので、まあ、岐阜の辺見えた方ゴールデンウィーク遊べる場所だと思うので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあ、ワンちゃん買ってみる方もね、あのペットショップのグッズ結構可愛いんで、ぜひチェックしてみてください。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ。仲良くわからん今日の最後の締めはチーズ。